はい、どうも、ゆうたです。寝起きです。やばいな。今ですね、スペシャルプレゼントスカウト、お一人様一回限り無料で弾ける10連スカウトですね。しかもこれ S ランク選手がね一人確定ってことで、まあこれはね弾かないわけにはいかないなと。まあこれだけだとねちょっと寂しいかなってことで、一応まあ手持ちに S ランク契約書がね3枚あるんですよ。まああのこちらのスカウトと S ランク契約書3枚ね、少なくてもね S ランクの選手4人出ますんで、ちょっと楽しみにね今から弾いていきます。はい、とりあえず今日弾いていく S ランク契約書なんですけど、こちらですね。1、2、3。はい、多分これだけですね。はい、じゃあ、もう一個弾くスカウトがこちらですね。スペシャルプレゼントスカウト、お一人様一回限りでね、無料です。で S ランクの選手一人確定なんで、はい、今回この、S ランク契約書3枚とスカウト一回、弾いていこうと思います。はい、じゃあ行きましょう。まあ欲しい選手としてはやっぱシリーズ2、が出てくれれば嬉しいかな。あとはまあちょっとスタメンとかでね使っていけるような選手が出てくれれば嬉しい。さあ誰でしょう。お、森選手。いや、これ森友哉ね、めっちゃ俺好きなんですよ。大阪桐蔭のね、試合を見に行った時に、甲子園で2打席連続ホームラン打った時あるんですけど、あの試合見に行ってて、ちょうど。しかもまあこれ、ちょっと試合数ちょっと少ないですけど、打率3割3分9厘。いやー、しかも S ランクのね、森友哉持ってないんですよ。初めてです。確か能力もね、オール B ありますんで、いやー、良かったっすね。結構幸先のいいスタートですね。はい、じゃあ二人目行きましょう。いやー、よかったっすね、今のは。S ランクの森友哉。いやー、ちょっと嬉しい。さあ、誰だ？鳥谷敬。あれ？そうか、ニューか。そうですね。俺多分2017のシリーズ2の鳥谷持ってます。あ、ちょっと能力見るの忘れたわ。はい。いや、なんで、まあ、継承もできるんでね。はい。鳥谷、良かったかなと思います。はい。じゃあ、とりあえず3枚目行きましょう。いや、今日は結構いいですね。自分の個人的に結構好きな選手が出てるんで、いい流れかもしれないです。さあ。誰だ？模擬英語郎。模擬英語郎ですね。はい。確かね、これね、マックスがオール B になるはずなんですよね。バッティングいいんすよ。どうだっけな？3割近く打ってますね。ホームラン17本。これ。2年目ですよ。2年目でこの成績なんで、まあ、これからね、さらに進化していく可能性がある選手なんで、良かったかなと思います。じゃあ、ここから最後ですね。はい。スペシャルプレゼントスカウト、10連のスカウトを引いていきます。はい。こちらは S ランク1人は確定なんで、まあ、下手すれば S ランク何人も出る可能性があるスカウトですのでね。はい。そうだなぁ。2人ぐらい S ランク出てくれれば嬉しいな。S ランク来てくれ。S ランク来い。来い。来てくれ。全然来ねえな。全然来ねえ。じゃあラストいきます。さあ、だ。バレンティン。俺、バレンティンの S ランク持ってないんすよ。いや、これはいいんじゃないですか。多分、マックスね、B あるはずなんですよ、ミートも。ミート B、パワー A あるはずなんで、ホームラン32本。いや、今日は、結構良かったな。S ランクで持ってない選手が結構出たのと、個人的に結構欲しかった選手が出てくれたんで、良かったかなと思います。はい、ということで、今回、森選手、鳥谷選手、茂木選手、
バレンティン選手が当たりました。うん、結構良かったですね。まあ、正直ね、個人的におっしゃーって思ったのは森選手ですね。なんだかんだやっぱ打てるキャッチャーって魅力じゃないですか。まあ、今回はこんな感じです。これからもプロスペース頑張っていきましょう。ありがとうございました。お、これいざわっやっだー60本ホームラン打った時のバレンティン選手が出てくるのをずっと待ってます。